さて、それじゃ川の国に向かうぞ。よろしく頼む。待て、千代婆様、どうかなさったのですか。わしも行こう。何を言っているのです。聞くと暁とやらにはわしの孫もおるそうじゃないか。孫？ガーラを襲った暁の中に元砂隠れの忍び赤砂のサソリが属していると情報があった。ではその赤砂のサソリというのは。そうじゃ、わしの孫じゃ。なるほど。だが今のあやつは風影を襲った一味ならば、身内の者が罰を与えねばなるまい。そんなのどうでもいいからさ、さっさとガーラを追いかけようぜ。その通りじゃ。早く追わぬと取り返しのつかぬことになるぞ。バキさん。わかった。千代婆様のことよろしく頼む。え、了解しました。よし、そんじゃ行くってばよ。よっしゃ。川の国に急ぐぜ。ああ、だが焦りは禁物だ。常に冷静に。二人ともいいな。はい。任務開始。
よし、このまま川の国を目指すぞ。了解。よっしゃ。ねえ、ゲットだってばよ。これを使えば。悪いが手加減はできない。いけるぜ。ねえ、ゲットだってばよ。これを使えば。もう少しで川の国だ。ナルト、待て。いきなりですか。お前は、うちがいた。久しぶりですね、カカシさん、ナルト君。ここにあるのは俺だけじゃなくガーラまで。お前ら俺がぶっ潰してやる。
そろそろ一緒に来てもらうことにするよ、ナルト君。なめんじゃねえ！やられんのはお前の方だってばよ！落ち着け、ナルト。ここは俺がやる。と言っても、別に黙って見てろってわけじゃない。お前は俺の援護を頼む。本当はカッコつけて先に行かせたいとこだけど、俺もこいつ相手じゃ一人で抑えきれない。了解だってばよ。任務開始。これは、おそらくは生贄の体を媒体に同一体を作る術ってとこだろう。でも、なんでわざわざこんなことを。いただき。どうやら間違いないようじゃな。やつら暁は美獣を引き剥がしにかかった。新たな人中力を作るつもりなのじゃろう。
虫？人虫力？それって何なんですか？美獣とは主覚や九尾といった王を持つ魔獣のことじゃ。九尾、美獣は莫大なチャクラの塊でな、それを軍事利用しようと各国が競っておった。利用って、そんなチャクラの塊を制御することがで、結果的には制御することは誰にじゃが、人はその力を人の手でコントロールしようとはしたのじゃ。美獣を人に封印することでな。そして美獣を封印されたもの、つまりガーラのような人中力と呼んだのじゃ。どうすればその美獣を取り出せるんですか？サクラちゃん、瞬間的にでも美獣の力に釣り合うだけの封印術と、かなりのだが、それをしてしまえば、そんな相変わらず心配性だな、サクラちゃんは。心配すんなって、ガーラは俺が助けっから。私はナルト、あんたの。加賀先生、そろそろ行くってばよ。ナルト。よっしゃ。ゲットだってばよ。アイテムいただき。これを使えば。先生、さくらちゃん、急ぐってばよ。あの小僧。え？いや、なんでもない。任務開始。はい。
待ってろよ、ガーラ。ナルト、ちょっと早いって。カカシよ、なぜあの小僧はタザトのガーラをあそこまで助けようとする？あいつも人中力です。それも九尾を封印された。確かにナルトにとって砂隠れ自体には大した思い入れはないでしょう。しかしガーラ君はあいつと同じ人中力です。砂隠れにいるどんなものよりもナルトは彼の気持ちが分かってしまう。どの里においても人中力を見る目は冷たいものですからね。だからこそ助けずにはいられないんですよ。ナルトにとってガーラ君は同じ痛みを知る仲間ですから。仲間、かつて術を用いてガーラに資格を憑依させたのは我が砂隠れを守るため、里の安全のため。じゃがわしのしてきたことは間違いだったかもしれん。里を守るどころか逆に苦しめることになってしまった。いえ、まだまだこれからですよ。間違いを犯したのであればまた正せばいいだけです。千代婆様は十分お若いですしね。そうじゃな、老いぼれのわしにもまだできることがあるかもしれんの。まだできることが。よっしゃ。これを使えば。俺の前には敗者しか存在しない。任務開始。
達成。まだまだいけるぜ。これを使えば。悪いが手加減はできない。任務開始。まだまだいけるぜ。アイテムいただき。これを使えば。ここが。ああ、目的地だ。おそらくこの先に外犯がいる。まずは彼らと合流するぞ。合流地点はもう目の前だ。よし。これは。
結界のようだな。暁が仕掛けたものだろう。ならばまずはこの結界を外さねばならんな。どうやって？それは五風結界だ。遅かったな、カカシ。いやいや、途中面倒くさいのに絡まれちゃってね。さて早速だが、カカシよ、この結界はどうすれば外れる？この五風結界は近辺に金と書かれた札を五箇所に貼り付けて結界を作った。だから目の前の札と他の四箇所にある札、その全てを剥がさなければ結界は外れる。なるほど。ならば。薬丸、見つけた。よし、カカシオ、札は俺たちに任せろ。すぐに解除してきてやる。あ、頼む。よし、外反、青春フルパワーで行くぞ。よっしゃ。ねえ、ゲットだってばよ。これを使えば。悪いが手加減はできない。いけるぜ。アイテムいただき。これを使えば。ネジの話だと、この先の峠を越えたところに例の札があると言っていたな。よし、行くぞ。任務開始。
確かこの辺りのはずだが、もう少し奥を探してみるか。ゲットだってばよ。これを使えば。悪いが手加減はできない。まだまだいけるぜ。ねえ、ゲットだってばよ。これを使えば。この辺りにあるような。これか。これでいいはずだが。なるほど。結界が外されてもトラップが発動し、敵の侵入を阻むというわけか。いいだろう。偽物と本物の違いというやつをしっかりと教えてやろうじゃないか。任務開始。任務達成。
なかなかの強さだった。さすが俺の偽物。この程度ならばリーたちも問題あるまい。カカシ、あとはお前たちに任せるぞ。よし、さくら、今だ。はい。さくらちゃん、あの岩を一撃で。ガイ、助かったよ。おかげで道が開けた。さあ、行こうかの。よっしゃ。